米空軍は世界最強の地下施設破壊用爆弾を配備している。それがバンカーバスターだ。地下を破壊という意味のバンカーバスター GBU-57 モップはその名の通り壮絶な力を持つ。モップが持つ能力とはコンクリートを約60メートル貫通するもので、地下の施設であれば150から200メートルまでの破壊が可能とされる。この情報が SNS に公開された瞬間、世界中の人々はその驚異的な力に息を呑んだ。しかしその後突然削除されたことが話題になった。その威力はどれほどなのか、またどんな技術が詰め込まれているのか、多くの人々が知りたいと思っているだろう。今回は地下施設を丸ごと破壊するバンカーバスターの威力と仕組み、また核兵器を除けば最強の爆弾と言われるモアブの破壊力について解説していこう。コンクリートの地下施設や防空壕を突破するのは現代のどんな軍隊にとっても簡単なことではない。そのため各国の政府は土、石、強化セメントの層の下に核兵器や司令部のような最も重要な秘密を隠している。しかしアメリカ空軍は世界最強の地下壕破壊爆弾、通称モップを開発した。モップは長さ 6.2 メートル、直径80センチ、重量13トンの巨大な爆弾で、この驚異的な爆弾には2.7トンの強力な爆薬が詰め込まれている。その威力で鉄筋コンクリート基準で60メートルもの深さまでの貫通が可能だ。通常の地下施設であれば150から200メートルまでの破壊力を持つとされる。ここで60メートルという数字を思い浮かべてみてほしい。それは20階建てのビルの高さと同等である。この驚くべき深さの鉄筋コンクリートを破壊できる能力はまさに圧倒的だ。事実、韓国空軍が保有する GBU-28 バンカーバスターの貫通能力と比較してその威力は10倍にも及ぶ。多くの評論家はこのモップが北朝鮮の多数の地下施設に対応するためのスーパー爆弾と見ている。湾岸戦争でのイラク軍の地下司令部を破壊する目的で開発された GBU-28 と比較するとモップはその総重量、爆発力、貫通能力で圧倒している。この爆弾は B-52 や B-2 ステルス戦略爆撃機に搭載される。 GPS 誘導によって目標地点に正確に命中し、80センチの弾体が地中60メートル以上貫通した後に爆発して地下施設を丸ごと破壊する。米空軍はかつて B-2 ステルス爆撃機から2発のモップを連続投下する動画を公開し、その映像には多くの人々が驚嘆した。モップは B-2 爆撃機の爆弾層に搭載可能で、高度数千メートルからの投下時には重力加速度を利用する。その精密な誘導システムにより命中精度は2メートル以内となる。さらにアメリカは破壊力の強いB-61 モッド11という貫通型の戦術核爆弾を持つ。この爆弾は多層のコンクリートを突き破りながら進行する能力を持ち、その爆発エネルギーは下方に向けて放出され、深くまでの構造物を壊滅させるよう設計されている。バンカーバスターとは地下の目標物などを破壊するためコンクリートや盛り土を貫通して爆発する爆弾である。これは航空機から投下され、その表面は通常の爆弾よりも非常に硬くて重たい。バンカーバスターは仕組みとしてはごく単純である。要するに高高度から落とされ、その硬さと細長い形状により地表を容易に突き抜ける仕組みである。ただし地表やコンクリートを貫通するために通常の爆弾とは異なり特別な設計がなされている。その結果、爆弾の全重量に占める爆薬の量は通常の爆弾の約 20% しかない。これは
爆弾が衝突した際に破壊・変形しないよう肉厚に作られているためである。ロケットブースターのようなもので落下速度を増加させることで衝撃を強化することも可能だ。だが北朝鮮の平壌には地下300メートルにバンカーが存在するとの情報がある。これは北朝鮮からの亡命者であるファン氏が語ったことだが、これが真実かはまだ判明していない。もし本当にそこにバンカーが存在するのであれば、通常のバンカーバスターではその壁を破るのは難しい。現在最も強力とされるのはアメリカ軍の地中貫通爆弾モップだが、これでも足りないと考えられる。おそらく目標を完全に破壊するためには高威力の戦術核爆弾が必要になるだろう。アメリカが持つ B61 モッド11という戦術核爆弾は貫通型とはいえ、実際には数メートルだけ地中に入り、その後で核爆発を引き起こす設計だ。つまり完全に地中の目標を破壊するにはそれだけでは不十分なのだ。一方で核兵器を除けば現代兵器における最も強烈な威力を持つ爆弾が米国が開発したスーパー爆弾モアブだ。モアブは航空機からの投下される爆弾の中では史上最大とされる誘導爆弾であり、削薬量については通常の爆弾の20倍近くになる。マザー・オブ・オール・ボムスの頭文字を取ったもので、その名の通り全ての爆弾の母とも呼ばれる。その特徴は地下への貫通爆発ではなく、その衝撃波と3000メートルのキノコ雲によって敵に強烈な恐怖を与えることである。全長9メートルを超え 8.5 トンもの削薬を搭載した巨大なものが空から迫ると思えば、敵は絶望を感じ戦意を完全に失ってしまうだろう。2017年4月、過激派組織イスラム国のアフガニスタンの地下拠点を標的にこの巨大な爆弾が投下されたことが初の実戦での使用である。その大きさから通常の戦闘機での投下は不可能で、 C-130 特殊専用輸送機からの投下が選ばれた。モアブは C-130 輸送機内のパレットに積まれ、目的地の上空で後部からパラシュートとともに投下され、重さ約 9800kg の爆弾が地上を目指して落下していく。これによって原爆投下時と同じように米軍のパイロットたちは安全距離を確保するための十分な時間が得られる。モアブは米軍の通常の兵器の中で最も重いわけではないが、その長さは約9メートルと圧巻の大きさだ。そして一発の製造コストは約17億円にも及ぶとされる。この爆弾は地面との接触時に爆発するのではなく、地上から約 1.8 メートルの位置で爆発し、その力は11トンの TNT 火薬と同等である。しかしながらロシアはこの爆弾をさらに超えるものを開発していると公表している。モアブを超えるその爆弾はアメリカに対抗してフォアブ、全ての爆弾の父とも称される。ロシアの幹部は国営放送でこの新たな爆弾が核兵器に匹敵する威力と衝撃波を持つと語り、しかも核兵器のように環境を汚染しないとも強調していた。もしロシアの情報が正確であれば、その爆風は半径約300メートルにも及ぶ可能性がある。一方ロシア軍は民間人がいる場所へ地中貫通爆弾を投下したとされ問題となっている。ウクライナ南東部のマリウポリの製鉄所を対象にロシア軍が地中貫通爆弾を使用したとウクライナ軍の指揮官が公言した。この場所には無数の兵士や市民が避難していたと伝えられている。その製鉄所には地下通路が存在し、マリウポリの市議会の発表によれば最大で1000人の市民がその地下で身を隠しているとのことだ。ロシアは製鉄所内のウクライナ部隊に自らの命を守りたいのであればモスクワ時間の正午までに武器を放棄するよう要求している。
ロシア軍は市民の存在を知りつつ製鉄所を何度も攻撃しているとして多くの非難を受けている。バンカーバスターやモアブといった兵器はその驚異的な威力と存在感で軍事の世界に一石を投じている。これらの武器が持つ破壊力は戦場のみならず戦略的な意味合いでも大きな影響を持つ。彼らがもたらす恐怖心や衝撃波は単なる物理的なダメージだけではなく心理的なインパクトも与える。戦争や紛争においてこれらの先進的な兵器がどのような役割を果たすのか、そしてそれに対する人間の対応や感情は今後も我々の注目を集めるテーマであることだろう。次の動画では一撃で艦艇を真っ二つにするクイックシンクの威力について解説しよう。